スカイキャッスル。2話連続での衝撃の数々。スカイキャッスルでの悲しい出来事をはじめ、受験戦争や病院内での静かなる戦い、そして新たにスカイキャッスルに越してきた南沢泉。今回のお話は、一見優雅な暮らしに身を包んでいると見られるスカイキャッスルの住人たちですが、妻たちの戦い、子供の受験、夫の院内での立場など、様々なところで大小いくつもの火花が散っていて、九条に瑠璃の受験合格のためのあれこれを一任している冴は、九条の指示のもと、自分の過去を知っていて、あまり近づきたくはない泉にも接近するが、思うようにことが運ばなかった。病院内でも、秀代が候補とされていた脳神経外科部長の座についたのは、泉の夫、南沢康平だったため、親睦と称した会を開き、贈り物と手料理を振る舞うも、泉は一筋縄ではいかないようだ。また、今回は、二階堂家にも大きな動きが見られました。九条に、飼育と非難された渡は、それ以降も自分の考えややり方を変えようとはせず、相変わらず、章に日々プレッシャーをかけ続けていた。そんな様子を見た京子は、ついに自分で行動することを決意し、窓がなく圧迫された空間を、渡が出張でいない頃合いを見計らって、壁を取り壊しました。渡は当然激怒するも、翔は約束通り10位以内に入り、結果を出しました。瑠璃も、成績面では再び1位となり、喜ばしい結果となったものの、ミクから嫌味を言われたり、サエもまた、九条から生徒会長の座につくために、ミクを陥れることを提案されてしまう。そんな中、サエはミクの弱みとなる場面をたまたま目撃することに。次回第4話のあらすじは、サエは九条の指示のもと、瑠璃の内心評価を上げるため、生徒会長選挙で当選させようと画策する。その矢先、対立候補であり、人望が厚い優等生であるミクが、秘密裏に、とある同級生の提出課題を代行し、なおかつ、それでお金を稼いでいることを知ってしまう。サエが報告すると、九条はこの極秘ネタをもとに、ミクに立候補辞退を促すように指示をした。重病を患ったシングルマザーの望みが入院してしまい、苦労の絶えないミク。その心情をおもんぱかる際に、九条は言葉巧みに誘導していき、ついにサエはミクと直接交渉に踏み切ることに。一方、スカイキャッスルでは、妻、香織の死をきっかけとして崩壊してしまった、超エリート一家である冴島家の謎多き悲劇の真相を追い求めて小説にしようとしている泉をめぐり、対立が一気に加速することに。小説を書くことに断固反対な冴と、彼女の過去を知ることで一歩も譲らず強気な姿勢の泉は宣戦布告をしてくる。また、冴島家の悲劇を自分たちの未来と重ねてしまう京子は、詳細を知り得る人物として、九条の存在を泉に知らせる。当然泉は直接話を聞こうと、すぐに動き出すようです。
そんな中、ミクは母が大切にしまってあった写真を発見する。そこには若かりし頃の母の姿と、隣にはすでに亡くなったと聞かされていた父と思われる人物の姿があった。しかし、その顔を見たミクは顔色を変え、今回も不穏な空気から始まりました。浅見家では順位が下がってしまったルリが不安な表情を見せるも、それに寄り添うように声をかける九条。これまではサエや京子といった大人相手に話す九条の姿を見ていたので、ルリの目線に合わせ、そして頬に手を添えた彼女の行動は意外に感じました。それは子供の気持ちを取り込むための策の一つなのでしょう。サエは一度不信感から契約を解除したものの、もう一度頭まで下げて頼み込んだことで、九条は彼女のその一連の行動に何か思うことがありそうな表情を見せつつも、自分に従うことを徹底していましたね。一方で、二度も九条との契約を獲得できなかった二階堂家での食卓の様子は、家族団らんではなく、もはや修羅場。冴島家同様に、親からの期待とプレッシャーが強く、必死に勉強に励むも、結果が出ない息子の翔は、自宅にいながら肩身が狭そうでかわいそうでした。渡は九条から批判的な言葉を浴びせられ、前回のお話ではスカッとした思いが感じられたものの、そのしわ寄せがすべて妻の京子に来ているようで、DV 夫という以外何もないという印象を受けました。自分で行動をしなければと、息子を思っての京子の行動に拍手を送りたいものの、やはり渡の意地の悪さはあっぱれというものでしょう。クレジットカードを切り刻む様子は、これまで以上に狂気的で恐ろしかったですね。そして、浅見家でも確執はあり、ここは、夫婦間の問題ではなく、嫁姑との関係が非常に悪いことが浮き彫りに。姑である雪乃は、冴の子供の頃の事情を今は知っているものの、結婚時は知らなかったことで、彼女を詐欺師や嘘つきなどと罵声を浴びせていて、嫁の立場ならば、心が折れてしまいそうになるような状況でした。けれども、冴の肝の座った様子に感服しましたね。彼女なりの生きる意味と目標やステータスのために、どんな状況でも切り抜ける図太さは素晴らしいものだと思いました。また、今回のお話の一つとなったのは、ルリたちの恋の三角関係でした。成績の学年1位は2位の子を、3位は1位の子を。言葉にしただけでも複雑なのは明白ですが、それを刺激として利用するという考えは、果たして受験コーディネーターとして正しいのかという疑問が湧いてきました。内申点を上げるための生徒会長への立候補でもライバル関係となってしまうなど、因果関係があるのかと思って見ていると、それはルリやミクだけにとどまらず、親から続いていたことが明らかになり、鳥肌が立ってしまいました。姑、雪乃の罵声の時に出た、秀代の本命で学歴のない女が、まさか、ミクの母親だったとは、こちらも衝撃を受けたエピソードの一つでした。そして、
浅見家の次女、魔女が万引きをしてしまった場面では、泉が目撃し、大人の対応を見せたものの、彼女のほんわかと物腰の柔らかい雰囲気とは裏腹に、信念があり、何かいつも物を含んでいるような様子から、全く信用できず、少し嘘くさく見えてしまいました。本当に怖いのは一体誰なのでしょうか。また、せっかく学年トップに返り咲いた瑠璃ですが、九条は満点を逃したことを言っていました。この時の様子は、まるでどこかの宗教のようであり、瑠璃もまた九条の教えを疑いもせず、悪い言い方をすれば、もうすでに言いなりになっているのが分かった場面でもありました。そんな瑠璃と美久の争いは、今後面白い展開を見せてくれそうですね。さらに、瑠璃と美久にはもう一つ重要な因果関係がありそうなことが予告から伝わりました。この事実は今後大きな影響を与えていくことになるのでしょうか。この悲劇と戦いは、次々といろいろな人たちを巻き込んでいくような印象とともに、それに振り回されている子供たちを思うと胸が痛みますが、次回のお話もついつい気になってしまいますね。8月15日放送の第4話もぜひお見逃しなく。最後までご視聴いただきありがとうございました。